企業にとって商品の展示会や商談会に欠かすことのできないこうしたパネル、これらパネルはですね、商品の商談会や展示会の後は大半が廃棄処分されるのがこれまでの常識でした。ところがそうした常識に対してあるメーカーが今回環境に配慮した完全リサイクル可能なパネルというものを開発したということで、我々その取材に参りました。パネルの完全リサイクルシステムとは一体どんなものなんでしょうか。今回のカウ TV リポートでは、企業の顔といってもいい商品 PR 用のパネル、その最新事情に迫ります。画期的なパネルというのがこちら、商品名レコボード。リサイクルとエコロジーからついたネーミングで、一見すると普通のパネルと何ら変わりませんが、一点リサイクルのため断面の厚みの部分が黒いのが特徴です。この厚みの部分と表面の印刷部分とが共にポリスチレンという同じ素材であることが、リサイクルを可能にした最大の理由だそうです。これまでのパネルは紙とポリスチレンを糊で貼り合わせたものでした。そのためリサイクルが難しく、多くは廃棄されていました。これに対してレコボードは、表面と厚みの部分が共にポリスチレンという同じ素材でできているため、丸ごと裁断してリサイクルすることが可能なんだそうです。こちらがレコボードを印刷する工程です。ボードにダイレクトに印刷するため、従来のように紙に印刷した後ボードに貼り合わせるという工程が不要になりました。その結果、制作コストもダウンしたそうです。しかも紙の素材を使わないことで水に強いのも特徴で、環境に配慮したパネルとして普及が進んでいるそうです。レコボードのリサイクルの流れを簡単に説明すると、まずパネルの掲示、次に使用済みパネルの回収、再資源化、そしてパネルの再生産という4つの工程で循環しています。実際のリサイクルの様子を見せてもらいました。まず回収したレコボードを原容器に投入します。体積を小さくするために溶かして棒状にします。体積が10分の1に小さく原容されたものを工場へ輸送します。原容することで輸送コストがダウンし、 CO2 の削減も可能になります。こちらがレコボードのメーカー、株式会社アクタの工場です。原容された素材がここに集められて、レコボードは再生産されます。送られてきた棒状の素材を原料のペレットに再生します。再生ペレットを利用してレコボードを生産します。出来上がった貼り合わせたボードを、はい、1800の900という寸法に切断して、はい、でそのままこれを完成品として、印刷をする工場に出荷されていきます。なるほど、はい、板の状態になった、この厚さを持った状態で印刷するわけですね。そうです。じゃあ通常の紙の印刷とはちょっと違うかってですね、はい、直接もう印刷、このボードに印刷をします。印刷すると、はい、画期的なパネル、レコボード、今導入する企業が増えてきています。商品の展示会や内覧会、ギフトショーなど、さまざまなケースで採用される実績が増えてきているそうです。こちらは東京秋葉原の量販店、秋葉ソフマップ1号店ブルーレイディスクの販売コーナーにレコボードが採用されていました。確かにこのボード、断面が黒いですね。さらにこちらはなんと、インク業界の世界最大手 DIC 株式会社のショールームです。こちらの展示用パネルにもレコボードが採用されています。印刷の専門家であるインクメーカーにも採用されているんですね。アクタさんの研究によって、ずいぶん遜色ないレベルにまで上がってきているというふうに考えています。特にそういったアピールをしたい企業さんにとっては、展示会というのは非常に大きなウェイトを占めていると思うんですけど、考えてみますと、展示会場終わったら全部ゴミの山っていうのは、今の世の中考えて恐ろしいことですよね。ただその辺が一般の人の目に入らないので、そのまま問題視されていなかったのが現状だと思うんですが、やはり気づいたものからそれについては提案をしていくっていう点でいうと、まだ決して遅くはないなというふうには考えています。
3月11日の大震災が起こるまでは環境問題イコール CO2 削減ということが、今まで言われてきております。しかしその震災以降というのは環境問題というと CO2 削減というよりもやはり節約、リユース、リサイクル、そっちの方がやっぱり主になってきて、いわゆるその企業の、いわゆるイメージだとかそういったことじゃなくて、やっぱ本当に実のあるリサイクル、リユース、節約っていうのがやっぱり環境問題になってきてると思います。企業イメージとしてなんか分かりやすい形で環境問題を PR していくっていうことはあったんですけど、本当に身近な展示会であったりちゃんとリサイクルをやっていく、きちんとリサイクルをやっていこうっていう姿勢がやはり震災以降っていうのは出てきましたから、そういう担当部署の方からの問い合わせっていうのはものすごく今増えてきております。商品パネルや PR 用のポップは企業にとって顔ともいえるツールです。そのツールを使い捨てにするか、それともリサイクルするかは環境活動の枠を超えて企業にとってその姿勢を示すメッセージといえます。 3.11 以降、私たちの社会は本質的な省エネ、本質的なエコと向き合うことになりました。そうした中でデコボードのようなツールは今後企業活動においてさらに注目を集めることになりそうです。